カインタ市はフィリピン共和国のカラバルソン地方のリサール州の都市である。1571年に設立されたフィリピン最古の都市の一つである。カインタはマニラ首都圏とリサール州を結ぶ位置にある。マニラ首都圏の拡大にカインタも飲み込まれ、現在はリサール州カルドナの西部まで拡大している。二千十年時点で人口は約一点二万人で人口 経済規模ともにフィリピン最大の町である。カインタはパシックタイタイアンティポロとの間に領土問題を抱えている。北にマリキナ市、アンティポロ市、西にパシック市、東から南にタイタイ市に接する。マリキナ川が流れる。10%が丘で90%が居住、産業地区である。リサール州で最も川や流れが多い。1571年。 独立していたカインタ村はスペイン軍に攻撃された。レガスピは隣接するカインタと大タイ,タイの征服を決めた。彼は、老いのサルセドにガレオン船と16隻の小船、100人のスペイン兵、多くのビザや原住民を率いらせた。8月15日に出港したサルセドは20日にカインタに到着した。侵略者に対し村長のガトゥマイタンはカインタの民は、 マニラの民と異なり、臆病ではない。死ぬまでこの村を防衛する。と述べた。要塞や立地に加え、大体イタイの民も会員と援護した。この二つの村は、ラ・ラグナから流れる川岸の平野にあり、この川は二本に分かれても流量が多かった。二つの村は約2 4キロメートル離れており、その前を流れた川はやがて深い竹藪の中で合流した。竹は、 リアナで結ばれ、壁をなし、さらに水堀まで作られた。川沿いには見張り台や大砲があり、弓や剣で武装した兵士が守っていた。攻撃を決意したサルセドは、アントニオでカルバジャル少尉に、護衛を連れて、カインタに侵入できる弱点を探すよう命じた。カルバジャルは、腕に矢を受け負傷したが、カインタの弱点は、ララクナ川のアロヨで、多くの船が川から入っていると報告した。 サルセドはガレオン船のへさきをモルタルで補強するよう命じた。サルセドたちは岸辺で夜を過ごした。カルバジャル率いる20人の兵士とマニラからの同盟軍はガレオン船で待機した。作戦はだった。作戦を共有後、サルセド軍は川に向かって行進した。彼らがあるヨに到着すると、ヒアと投げ槍で武装したカインタ兵が警備していた。 敵に驚きサルセドの指示を待たずに兵士が鳥を攻撃し始めたが、矢の雨に圧倒された。強い抵抗を受け、サルセド軍は混乱して撤退した。サルセドは命令を受けずに攻撃した部下を避難した。アロヨの他の鳥の守りが薄いことに気づいたサルセドは、一人用の小舟で上陸し、街を見下ろせる場所を占領するよう命じた。守備隊の撤退を受けてサル、 セト軍は壁に近づき上陸に成功したが、有望な村長がカインタ兵を引きい船を退けた。その頃、カルバジャル軍はガレオン船から鳥出や家を砲撃していた。600人のビザや兵とスペイン軍のお竹びで住民はすでに町に侵入されていることに気づいた。これを受けてカインタ兵は川岸を放棄し町の中心に撤退した。サルセドは、 遠くからこれを観察しており、再攻撃を命じた。再攻撃では、スペイン軍はあまり抵抗を受けなかった。サルセド軍は、スペイン国旗を掲げて、町に入った。サルセド軍は速やかに壁を破壊し、見張り台に、スペイン国旗を掲げた。村長とカインタの男たちは、幸福よりも、死を選んだ。ラッパーの合図を受けてガレオンブネは、砲撃を終えた。 11月30日、独立していたカインタ村は、スペイン軍に敗北し、イエズス会の下で、タイタイに編入された。その後、アウグスティヌス主義者の下でバシュクに編入された。1696年、スペイン王によって、イエズス会の管轄に戻された。1715年、カインタ教会が完成した。スペイン人は、カインタに到着するとアンデレの縁を始めた。 ニッパヤ市と木で建てた教会で首都が開催された。多くの住民が出席し、洗礼を受けた。1727年、イタリアのシチリアから、我らの光の宿女性母像が運ばれた。1760年、カインタは、独立町になった。マッテンダ王の死後、アデランタド・ミゲルデ・レガスピは、サンフアンとエスピリット・サントの2隻の船がメキシコから、 フィリピン中部のパナイ島に到着するのを歓迎した。船長はドンディエゴでレガスピとその追いのフアンチャコンだった。到着した船は整備状態が悪く、一隻はメキシコまで戻れないほどだった。レガスピ船長はマニラ川での修理を命じた。マエストロデカンポとフアンデラトンレ船長はパナイ島からマニラへの移送を監督した。進行を広めるために船に乗ってきた。 アウグスティヌス主義者は広告を配った。ビラロボス艦隊に所属していた父なるアロンソデ・アルバラドもその中にいた。父なるアグスティン・デ・アルバカークはマニラの南のタール町の宣教師になった。父なるマルティン・デラダに従い数人がセブ州に派遣された。4人がパンパンガ州で働き、カインタを含むマニラの南北地域を担当した。 1762年から1763年、ルソン島はイギリスに占領された。英領インドのセポイがカインタで暮らし、住民と結婚する者も,もいた。インド人は、香辛料とインド料理を残し、今でもカインタ料理の主流を占めている。1763年、カインタはトンドに編入された。1883年、トンドから分離し、リサール州のモロンと合併した。 1899年3月16日、エミリオ・アギナルドはエセキエル・アンピルにカインタ解放を命じた。アメリカ軍は1000人の兵を率いてカインタに到着し、フィリピン軍に撤退を強制した。エセキエルは町を焼き、アメリカ兵を2人殺害し14人負傷させたが、フィリピン人は約100人が死傷した。アメリカの接近を受けて、 エイクシキールンピル、ワイデラクルーズカインタ市長と前、カティプナン特別職員は、カインタ住民に幸福を強く提案した。彼らはアンピルを撃ったが、アンピルは負傷しながらも逃走した。1902年3月3日、アメリカの大手の新聞は、ライフルで武装した25人の男を指揮するフェリザルドが、カインタ町に侵入し、アンピル市長や警察官を捕まえた。 アンピル市長は情熱的なアメリカ追従者で彼が侵入者に殺害されることを恐れている。彼を解放するために大軍が派遣された。と伝えた。3月4日、モロン町の近くの丘でアンピルは逃走に成功した。パシックからの援軍により彼は戦争を生き延びた。1913年、カインタとアンゴの大隊は合併した。カインタを含めて リサール州には14の自治体があった。1942年、日本軍がカインタを占領した。ゲリラが日本軍に抵抗し続けた。カインタ協会や我らの光の宿所は第二次世界大戦で日本軍とアメリカフィリピン連合軍の爆撃で破壊された。その後地震や台風もカインタを襲った。現在では大きく修復された外壁以外に、 古い教会を残すものはなくなった。1943年、フィリピン第二共和国が成立した。1944年、日本軍は撤退した。1945年、フィリピン軍がゲリラと共にカインタを解放したが、その後アメリカに再占領された。第二共和国は、日本の敗戦後2日でアメリカによって滅亡した。 カインタの戦争での犠牲者数は以下のようになった。カインタ、町役場、カインタ純金修復された、教会1968年2月25日、地元住民の助けによって、修復と新しい建物が完成し、マニーラ大司教のルフィノ・サントスが祝福した。2003年後半、前市長のニカノル・フェリックスが、カインタの死への移行を承認した。しかし、 リサール州政府は先に、隣接三首との領土問題を解決するよう指示した。2010年1月、リサール州知事がカインタと大体について、仕事や設備、人口過剰のためしへの移行を指示した。現在はカインタと大体を合わせて死にする流れで、話し合われている。キリスト教、70%イスラム教、10%仏教、3%シク教、2% タガログ語が中心である。1762年から1763年のイギリス植民地時代にインド人傭兵のセポイが流入した。彼らはチェンナイ出身のタミル人で現地の女性と結婚した。ありがとうございます。